浜口洋蔵は、和歌山県有田郡広村出身の版画家。同版画の一種であるメゾチントを復興し、カラーメゾチント技法の開拓者となった。浜木の愛好家。同じく版画家の南慶子は妻。1909年4月5日、和歌山県有田郡広村に生まれた。浜口家は、代々、義兵を名乗る、山佐醸油の創業家であり、洋蔵は10代目。 浜口義兵の産卵にあたる。幼少時に一家で千葉県調子市に転居。東京美術学校では彫刻家祖造部に入学したが、2年で退学し、パリへ渡航した。パリ滞在中の1937年頃からドライポイントの制作を試み、版画界の一歩を印始めた。千字色の濃くなる中、1939年に日本に帰国。 自由美術家協会に創立会員として参加するが、戦時下にはなかなか作品発表の場がなかった。1942年には、経済視察団の通訳として、仏通インドシナに渡航し、1945年、帰国している。浜口は20世紀におけるメゾチント技法の復興者として、国際的に知られる。メゾチントは、マニエル・ノワールの別名でも呼ばれる。 同版画の技法の一つで、表面のような銅板の表面に、ベルソーという道具を用いて、一面に微細な点を打ち、微妙な黒の濃淡を表現するものである。こうして作った黒の地を、スクレーパー、バニッシャーと呼ばれる道具を用いて彫り、図柄や微妙な濃淡を表す。この技法は、写真術の発達に伴って、長くと抱えていたものである。 浜口はこの技法を復興させるとともに、色版を重ねてする、カラーメゾチントの技法を発展させたことで知られる。浜口が本格的に版画の制作を始めるのは、第二次世界大戦後の1950年前後、40歳頃のことであった。1953年には再度凍出し、以後主にフランスで制作を続けた。1957年には、 サンパウロ国際版画ビエンナーレの版画大賞と東京国際版画ビエンナーレにおける国立近代美術館賞をダブル受賞し国際的評価が高まった。その後も多くの国際的な賞を受けている。妻の南恵子も版画家である。1971年から1972年にはブラジルに滞在。フランスに一旦戻った後、 40年来の本拠地を1981年からサンフランシスコに移す。版画のすりしを探すところまで立ち返り、制作活動を再開。やがて、パリとサンフランシスコそれぞれの本拠で手掛けた、同じモチーフの作品を比較すると、色調に変化が現れる。1996年、日本へ戻り、2000年12月に没するまでの数年間を日本で過ごした。 まとまった作品は、山佐コレクション施設と、浜口の生前に受蔵した武蔵野市立吉祥寺美術館に収蔵される。校舎は記念室を設け、作品と制作の道具を展示する。浜口は、作品のモチーフとして、ぶどう、サクラんぼ、くるみなどの小さな果物や、貝、蝶などの小動物を多く取り上げ、空間を広く取った。 画面構成で逆に小さな対象物を際立たせる手法を好んで用いた。版画作品は通常すり上がった順にシリアル番号をつけるが、浜口はすり上がりの良い作品の順に番号をつけていた。ありがとうございます。